通信・物流などへの影響です。携帯電話各社によりますと、九州の一部地域で通話がつながらない状況などが続いています。日本郵便は、これまで休止していた九州・四国などでの営業を再開しています。ヤマト運輸は、香川県全域と愛媛県の一部で、佐川急便は宮崎県の一部で集配を停止しています。コンビニではセブンイレブンがおよそ90店舗で、ファミリーマートはおよそ10店舗、ローソンはおよそ10店舗が一時休業となっています。